鈴木。おお。え、あ、佐藤。おお。さまざま、間違えた。そう、さっきの待ってたやろ、そんな言うて。何答えるで、はい、すいません。さまざまなゲームを深く掘り下げ、徹底的に研究する電磁科学研究所、どうも副所長の柳原です。よろしくお願いします。そして、はい、研究員の菊田でございます。お願いします。お願いします。さあ、そして今日の客員研究員はこの方です。どうぞ。はい、スパイクチューソフト、志倉千代丸さんの愛弟子、市川幸太郎です。よろしくお願いしま す。もう余計なこと言うな、本当に。そうなんですか。そうなんです。実は全然そんなことないですよ、まあ同じ会社になったこともないからね。いや、でも同じ仕事は結構何度もさせていただいて。まあ確かにね。さあ、ということでそんな会話からのね、2人やけどもね、今日の研究対象教えてください。何でしょう。はい、ですね、今日は、スパイクチューンソフトから、6月30日発売の PS ビータ、任天堂 3DS、 あと PC の、Steam 版も、発売されます。ゼロエスケープ時のジレンマをご紹介させていただきに参りました。ね、オープニングムービー結構面白そうな感じでしたけども、ちょっと改めてどんなゲームなんでしょうか、教えてください。はい、実はですね、この作品は、シリーズものの3作目なんですけど。あ、そうなんですね。はい、あのね、あのシリーズね、あの例の例のね、999から始まった。そうです、そう、よくご存知です。当たり前じゃないですか、少しさん。ありがとうございます。当たり前じゃないですか。独特会話や。999から始まっている作品の3作目で、ただ、まあ、3作目とはいえ、初めて3作目からやっていただける方も、まあ、楽しんでいただけるものになっていると思います。で、まあ、ただ、まあ、今回見ていただいている方には多分ご存じない方も多いかなと思うんで、まあ、ちょっと概要ざっと説明させていただくと、脱出ゲームと、まあ、シナリオのがある、まあ、物語の、融合したゲームになっておりまして、それを進めていくことで、まあ、いろんな真相が明らかになっていくみたいな、まあ、すごいざっくりとした、ね、オープニングで見たらこう3つのエリアに分かれてて、そうです、そこに3人ずついてて、はい、鍵開けるために1人ずつ死ななあかんみたいな。そうです、6人死ぬと、6つのパスワードが必要で、はい、ね、6人死ぬと 6つのパスワードが手に入るので、それで脱出することができるっていうのは、まあ、ね、はい、理解はできるんですけど、はい、どういうふうにそれなっていくのかと。そうですね、まあ、とりあえず、まずキャラの紹介をさせていただきながら、まあ、ね、説明させていただきながら、まあ、主要キャラクター見ましょう。まず、はいはい、で、まあ、9人の人間が閉じ込められるんですけれども、はい、その、まあ、3人ずつ3つの区画に、Q チーム、C チーム、D チームと3つの区画に分かれて閉じ込められることになります、いいじゃないですか、で杉田さん、まずよくそれでしょ、閉じ込められる。何がいいの。いやいや、すごいね、声優さんが。声優さんは素晴らしい ね、めちゃ豪華声優さんですよね。イラストもかっこいいしね。かっこいい、はい、そうなんです。で、まず、C チームについて申し上げると、はい、まず中央にいるカルロスっていうのは、まあ、消防士の主人公でして、はい、で隣に両サイドにいる茜と順平っていうのが、999の9時間国の扉の、ヒーローとヒロインというか、まあ、主人公とヒロインみたいな。幼馴染ね。そうなんです、幼馴染でいるという感じで、まあ、その3人が閉じ込められます。はい、で次、
また後押し加わります。大変な人生ですな。そうですね、これがチーム C、はい、次がチーム Q。 Q ですね、うん、はい、うん、で次が、Q でこの3人については、シリーズの初登場のキャラクターで、怪しいよ、怪しいですね、もう分からんな、まあ、もう見るからに怪しげな、うん、なんか球体をかぶっている真ん中にいる少年が、うん、まあ、Q 君っていうんですけど、少年なんですね、うん、そうです、まあ、記憶喪失で、うん、まあ、Q 君と呼ばれてるんですけど、うん、まあ、彼が主人公 で両サイドにエリック・ミラっていうのが、まあ、このチームの脇役というか、この声優さんもすごいね、はい、ヘルメット取ったらどんな顔してるのか、どんな顔してるのかっていうのをまあ楽しみにしていただきたいなと。ミラは俺の俺だけの天使なんだって、もうなんか見るからに、そうね、完全にミラに遊ばれてるでしょ。まあ、ぶっちゃけそうなんですけど、まあそれは置いといて、まあそれが石田さんが演じてるってとこがまたね、そうなんですよ、いい感じなのかも、はい、透けて見えるね、透けて見える、はい、本当に透けて見える、はい、すごくもう役者さんもすごいいい感じ、すごいですよ、はい、坂本さんにね、豊崎ちゃんですから、はい、で次、これは Q チームね、そうです、うん、これは Q チームで次行って、チーム D、はい、で、まあ、真ん中にいるダイアナというのが主人公の女性 で、うん、はい、で両サイドにいるシグマとファイというのが、前作の前任死亡ですの、うん、主人公と、まあ、メインヒロインというか、なるほど、はい、になっています。なるほど、そうか、はい、うん、そうなんです。で女の子ですね、ファイちゃんはね、はい、この9人が、まあ、謎の人物ゼロという、まあ、謎の人物がいるんですが、閉じ込められてしまう、あ、こいつか、そうです、そうです、はい、こいつに閉じ込められてで、どうやって脱出するかっていう、歴史によく出てきますよね、いろんな、はい、あの感じで、ね、あのカラスみたいな顔のね、そうです、仮面のね、はいはい、前作は、まあ、ガスマスクみたいなのつけてたんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、あの中世のペスト医師みたいな、そうですね、そう、はい、感じの、白羽とかね、はい、はい、でもう一匹、強そうなの出てきたね、最後に、強そうな、いや強そうちゃうやん、まあ、スターウォーズで言うとヨーダみたいな、いやいや違うよ、雰囲気だけじゃないそんなパワーあんのこいつ、すごい、実はすごいアクションを繰り広げる、いやいや、そんな感じちゃうやん、割と鍵なんだね、割と鍵だから、ドア頭に老犬って書いて持ってるやん、いやでもこの流れでわざわざ紹介するって、はい、これは相当なんかあるよ、そうなんです、ほんまに、はい、うん、マジで、あのマジじゃないです。マジじゃない。マジじゃないか。はい、マジじゃないです。あのここになんかつけてるんですけど、ついてる、ついてる、まあ、これがまあ、うん、まあ、ボックスみたいになってるんですけど、うん、そこにメッセージを入れて送るんですけど、うん、あの Q チーム、C チーム、D チームが別々の区画に閉じ込められていて、はいはい、で、そこのそれぞれに人間は行き来することができないんですけど、ちっちゃいから、そうです、はいはいはい、はい、ちっちゃい通気口みたいなところがあって、そこに、ね、はい、メッセージを入れて送り込むことで、燃焼バット的な扱い、そうなんです、なるほど、はい、ね、でそこでまあ物語が動いていく、なるほど、これラスボスだね、はい、そうです、うん、実は、はい、そういうひねり好きだもんね、そうなんです、こいつが最後ひねるからな、もう万が一当たってないことだけ祈るばかりや、あのね、ゼロはこう見えて超いいやつなんだよ、多分、うん、仮面バッて取るとめっちゃいいやつ、めっちゃいいやつなの、うん、めっちゃいいやつ、そう、ネタバレになるんでやめてください、ネタバレになっちゃったごめんね、はい、うん、絶対違うと思うけど、そうさあということでございまして、はい、ちょっとゲーム画面でちょっとね、いろいろやっていきつつ ね実際にやっていただいて、結構選択肢が出ますから、はい、その間にみんなコメントでこうしろみたいなのに合わせて、はい、進めていこうと思ってます、はいはい、私がやっていいんでしょうか、お願いします、これ、はい、ここを丸ボタンを押していただければ、はいはい、これね、はい、じゃあいきますよ、これでいいんかね、このパートにジャンプしますかって今出てましたけど、はい、ジャンプ、よし、じゃあ行こう、どういうまず、まあ、脱出ゲーム的なやつなんですけど、今回、まあ、クエストパートというのがあるんですけど、まあ、脱出ゲームですね、うん、でいろんなところを、まあ、うん、気になったところをタッチしたりとかして探していただいて、うん、でアイテムを、まあ、ゲットしたり組み合わせたりして、うん、触りたいとかいっぱいあるじゃん、ここだけ、そうですね、女の子のところとかはないんですけど、お前何言ってすいません、すいません、あ、これでなんか、あ、なんかパスワードをやると、そうですね、なんか、はい、これ後でどっかでヒントを得たら、あ、なるほど、今は分かんないもんね、結構いろいろ見た方がいいですね、そうですね、いろいろ
これはなんかガスバーナーありますね。ガスバーナーこれはゲットで、はい、ゲットしましょう、はい、取ったで、これはここで、はい、でまあ一応状況この前に一応シナリオがありまして、はい、向こうが、うん、このシャッターの向こう側に、はい、パイっていう女の子が閉じ込められて、メガネっ子が、はい、でそこが焼却炉になっていて、うん、ここで、ダッシュパッドをクリアしないとその女の子が焼き殺されてしまうという状況。焼却炉開けなあかんってことね。そうなんです。なるほど、はい、で彼らは何とかしてその仲間のパイを助けようと今しているっていう。なるほど。とりあえずこの部屋から出なきゃいけないよね。そうですね、うん、まあ、もしくはなんかその焼却システム止めるとか、うん、まあ、なんか何かしらしなきゃいけないんですよ、うんうん、あ、じゃあ出なくていいか止めるんだよ。これでストップってあるもん。これなんか差し込まなあかんね。そうですね、うん、これはこれちなみにゲームでいうどれぐらいの序盤とか中盤とかでいうと、今回はですね、いい質問です。あ、ありがとうございます。実は序盤とかがなくてですね、どこからでも進めることができるシステムを採用していまして、うん、それでシナリオ成立しちゃうの？そうなんです、はい、お前天才かよ。ありがとうございます、はい、そうなの。いろんな物語の断片があって、うん、それを選択することで進行していくんです、うん、なので物語の終盤から始める人もいれば序盤から始める人もいて、うん、そうなんだ、はい、それで成立しちゃう、はい、あ、お、すっげえ、ヤナちゃんなんか見えてるよこれ、はい、これなんか怪しげなリボルバー銃。何にでも鍵かかってるね。鍵探さなかね。これ何や、これはなんか、うん、ダストシュート、ダストシュート、はい、はい、はい、ここまた数字、また数字、わからん数字なんか、もうなんかこれか、なんかそうですね、そのロッカーが、そこはもう絶対なんか開けてなんか鍵とか出てくるでしょ。お、ガスマスじゃん。お、これが、お、工具箱、工具箱、あ、開けるの？これガスマスク？うん、お、マスク、やったやった。でこれをそのまま戻ると、うん、どう？あ、もうついてる。アンシスコープみたいになってるやん。そうなんです。この左上に出てるアイテムっていう、まあ、書いてあるんですけど、それが出てるとこ、そうなんです。うん、はい、もうつけといていいのね。これ何？なんか出てる。お、今まで見えなかったものが見えている。はい、ちょっとちょっと。扉、その、はい。鍵っぽくないか、ええやなちゃん、あれ。これなんだ？うん？それは。ネジと？あ、ネジだ。ネジと。ネジとマイナスドライバーだ。ドライバー。それ取ろうやん。これでも鍵数字入力せんとダメなんですよ。ああ、そうか。ドラムって書いてある、はい、ここを開けるにはまあ2つのネジとドライバーがなんかヒントになりそうだなみたいな感じでして、他になんか、はい、調べていただくと何かが、これはこれ何、これはただのあ、ライトか、ただのライトですね。これお、なんかあったよ。何これ、TIC、 あれか、 TIC、 これか、わかった、このアルファベットちゃいますの、アルファベットのあったね、これね、これそのスライダーみたいなやつ、はいはいはい、何でしたっけ、 TIC、 これ何これ、 1234 すいません、メモです。すいません、メモ、何でもないです、忘れてます。意味あんのかなと思う、はい、何やったっけ、 TICTIC、 T、 うん、TIC、 TIC、 C、 うん、来た、お、お、コンプリテッド、ん、これでどうだ、開いた、開きました、見えるの、はい、そうすると、多分焼却炉の中にいるパイちゃんの視点に多分、お、どうしたらいいですか、そこです、はい、ここ、はい、パイさんどっち、んで、ここで焼却炉の視点に切り替わったので、まあこっちで、あ、なるほど、はい、あ、こっちは中側か、はい、あ、さっき向こう側にいたんだ、はい、で、はいはい、こっちはこっちでまた調べてみるみたいな感じ、うわ、なこれゴミか、そうですね、焼却炉なんで、まあ
なんか廃棄物みたいなものを燃やすおーい、はい、来たおなじみの機関来た機関これか、はい、手で取れんのか、はい、ん多分そこで立つ、はい、よし、何取ったファイナスドライバー、ファイナスドライバー、オッケーね、これ取っといたね、これなんやお、また数字、これ何やこれ、マイナスドライバー、あ、重さをね、そうです、おうおう、あー、なるほど、で、さっきなんか133、133メモ、133メモだよこれ133メモ、あ、さっきか、はい、さっきのやつや、あとネジが2個あると、うん、多分、うん、やんちゃん、さっきなんか落書きみたいなのあったね、なんか、133まあいいや、あとネジ2個分の重さを測ればいいんじゃないの、はい、ネジはどうやってネジどっかに刺さってんの抜くんだよきっと、やあああどれやどこがネジやあそこの鉄板みたいなところネジないそこねえだろそんなでかくねってネジそのなんか下にある鉄板の左上にネジこれかそれネジじゃないちょっと見てみほらなんかマイナスドライバーでネジで止められてるみたいですね、はいはいはい、取っちゃえ取っちゃえおい188パウンド、うん、なんかこのネジは一応取っておきたお来たほらちょうど2本、はい、2本お来たね測りましょうか測ろうこれいくつよ22と133と22だ22を足すんですかね155だよ、はい、じゃあ間違いないよ戻りましょうか155だよなんじゃ戻るにはあのさっきの窓みたいなところをタッチすると、うん、早く戻れよお前早く戻れあそうですそうです、はい、ちょおで読んで左、ほら左のさっきの、はい、そこ覚えてんなすごい顎で使ってる感じやそこほら数字、はい、3桁これ155だよ要するにドライバーとネジ2本分の重さってことね、はいうん、155、うん、足してね、はい、133と22だった、はい、だネジ1本11ってことだよ細かく言うとそうですね、うん、うえーなあ面白いだろ面白いだろこうやってやってきて嬉しい、うん、これで1個ずつ開くの開きます、うんあれは今ゴーグルを手にしている状態なので、うんうんうん、何か向こう側に送ることができるんですけど、はいはいはいまあ、そのアイテムみたいなところを立つさ、はいはいでまあ、例えばその赤い送ったり、はい、あの消火これでこれ消火じゃない、はいうん、消火じゃないね逆のやつだねガスバーナーどういうことガスバーナーをまあ選択した状態で、はいでそのまま戻っていただいて、うんうん、持っている状態だと、はいはいうん、でそこのシューターで向こう側に、はいはい、送るとやった、はい、でもこっちにガスバーナー来て余計燃えちゃうよ、はい、でどうするんだっていう話なんですけど、うん、まあ多分この辺なんでしょうねきっと感じ的には燃やすやりますかまだ全然僕はいいんですけどいややろうよ、はい、ちょっと待ってこのね、温度計ってなんか気になりますよねおう、はい、これ何試しに熱してみようよおう、上がってくねそうするとおう、大丈夫か、音源満足になってないかなはいおう、問題ないよ、てか別の温度計温度計にハマっていたコインがコインが温度計そこの真ん中に温度計がそこですね、はい、に何か落ちてるんですけどあ落ちてるね、はいはい、コインが取れましたとそのコインを使ってこのコインはね絶対あれどっかはめるよなんかいやじゃあ早くさっきなんかコインサイズのはめるとこみたいな穴みたいなのあったじゃんあの予定ではここまで引っ張る予定では全然なかったんですけどなんかコイン俺めっちゃ喉からからやねんすげえなこれじゃあまあ解けました的な
この後コインがどうなるんでしょうかみたいな。一人じゃ絶対無理やことで。いやでも意外とヒントもちゃんとあるから。なるほど、よくできてる。 そうはつまんないと思う。これちゃんと調べていけば。そうか、ネジネジ。いやドライバーで足してとかすごいっすね、さすが。いやいや、そんなの当たり前じゃないですか。すごいな、打ち越しさんのファンですよ。なるほどね。、はい、それもそうだ。大体いつもやること決まってんだから。やめよ。言い方。そうそうです。ディスったり褒めたり、うん、スクルさんの手術。まだ次で、まあ、ここが解けましたと。で、そうすると、まあ、最後にこのシグマっていうキャラクターがこういう風になっちゃうんですけど。あら、はい。で、まあ、このゲームの特徴として、ディシジョンパートというのがありまして、ディシジョン、まあ、はい、運命の選択みたいなものを、要所要所で迫られることになる。究極の選択のやつですね。はい、そうです。まあ、何それ。あ、そうか、リボルバーがああいう風になってるってことか。最後にあそこに、まあ、言っちゃうと、まあ、さして。なるほど、はい。で、まあ、この辺ちょっと飛ばさせて、さっき棚の上にあったやつ。そうです、あ、そうです、あの上に。なんであんなところに設置しちゃったの。まず引き金を引かなかったが、で、私は確実に助かることになる。とこのリボルバーの中に3発の実弾と3発の空砲が入ってます。で、2分の1の確率ことになる。で、引き金を引いて発砲音がするとこの焼却炉に閉じ込められている貝は助かることになります。ただもし実弾が込められていたら当然シグマは、まあ、この状態ですから。そうですね、生存確率っていう状態で、あなたはじゃあ引き金を引きますか引きませんかっていう選択を今迫られている状態。銃の弾が空砲になる。で、ここでぜひ、はい、ここでみんなに聞くのね、はい、どうする、引く、これ引くか引かないかを。もう分かった。いやだって女子でしょ。退場でいいや。どうしますかみんな。だから行く。木村さん空飛べてる。意味が分かる。要するにこの子はこの子を引いたら 100% 助かるんだよね。もし10の弾が実弾だったらどうする。実弾やけど3発3発やから 50% 書く可能性あると、はい。でシステム上も実はこれランダムになってまして。マジでか、はい、制作側も分からないです。引くっきゃない、これ引くっきゃない、みんな引く引く。ランダムなの。はい、そこでストーリー分岐しちゃうの。します。聞いてくれ。はい、今の我々にとって最も理想的な結末は何だ。もうそんなの決まっています。決まってますか。二人が無事に助かることです。そうだそうや。二人無事に助けられるの。ならば。そうですね。あの空砲だったら。空砲だったらね。はい、どうしよう。それも引く。引き金を引かなかった。引くしかないでしょ。一人は確実に死ぬ。俺は引くしかない。弾は確認しようって。引くのね。引いていいのね、みんな。いや横から見ると弾見えるからさ。そこはちょっとあの考えない手で。弾は6発入ってるんですよ。そうです。だから空砲か実弾かが分かる。そう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 。みんないいのね。うわ恐ろしいな、これ。引き金引くともつらいね。だってどんな状態でこいつこれガサーなったんや、これ。いや本当だ。どうしたんですかこれ。いやもうやっちまえって来てますから。あの引き金とか拳銃のあたりタッチすると、まあ、引くと。あーじゃあ引くで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 。よいしょ。引いちゃいましたね。うん、怖い。まあまだわかんないですね、そのどっちや音はさえ。女の子は助かるやろ、これ。とりあえずそうです、女の子は助かります。炉内の扉が開放されました。まあここまではね、はい、焼却システムを停止します。そんな、え、嘘だろ。いやいや、ちょっと待って、このセリフがもうやばい。ええ、あれ、え、マジで。マジですね。気分悪い。つらなぜだ、なぜ撃った、この人殺し。あの、もう一回やり直す。セーブポイントから。私のことなんてどうでもよかったのに。やり直します。ちょっとちょっとちょっと、私のことだって。そんなん言いながら、まだ映ってないね。うーん、じゃん、
ギリでグッて首グーやって、うん、グーやってポローンみたいな、うん、バカ野郎いやいや、やり直せばいいんでしょ。だってやり直しますか。やり直せるんでしょ。だって一回だけちょっとやり直しますか。じゃあちょっとやり直そうよ。こんななんかうわなんかきつい。ほんで、ね、ほんでお前らヒケヒケ言うたくせになんで俺を責めんねん。ずるいぞ誰が多いアメリカや。ちょっと前にパートにジャンプすればできると思う、はいはい、誰がヤナちゃんひでえやこらという夢を見たんだって。さっきの山本ちゃんと一緒やないか。うまいこといかんなほんまに。ヤナちゃんひどい。いや引きが弱いんだよね。だいやまあいや違う、変なとこで強いんやけど引きが弱いんだよ。いやちょっと待ってちょっと待って、行くで。あ、今度こそすごい。いやこれ本当にランダムだから番組盛り上げるためにもこの次は生きてて。そうですね、僕もそう思ってます。あ、そうです、コントロールできないんで。おい、今度は早かったよ。当たり前です、もう判断早くいや頼む、番組のために。いや生きててくれ、頼む信じているぞ。ハッピーな女。炉内の扉が開放されました。焼却システムを停止します。これは良かったね。おお、本当に出てきた。おお、シグマ。おお、ちょっと違うかな。シグマ、おい、おい、さすがよかった持ってますね。よかった、さん泣きそうなったもん。もうほんま次嘘だろって言われた。俺が嘘だろ言ったやった。なるほど、マジでか。まあ本当にリアルでランダムなんで、これ本当にすげえな。誰がアリゾナやこれアリゾナザリガニちゃうわ。いやということで、なるほど、はい、こうやって世界線変わったな。そうね、そうなんです、変わっていくんですね、はい、なるほど。はい、わかりました、はい、面白いですねこれ。ありがとうございます。ちょっとじゃあ内久さん、あの最新情報お願いします。はい、ですね、すごい、はい、まあ発売がまあ6月30日なんですけれども、一応予約特典としてプレミアムブックレットというものがつきまして。なるほど、はいはい、あれない、はい、ある程度どうぞ、はい、これです。いやこんな感じのエアゲームズってどういうことやこんな感じの、皆さん見てくださいこれ、すごいですね。お宝すぐやれへんから、まあ前日談のお話とか設定資料、キャラとか、あとあの謎解きのあのものとか入ってたりとか。ヒントは書いてない。そうですね、はい、あのネタバレがないんで、なるほど、やる前に見ていただいても大丈夫なんで、はい、充実の一冊になっておりますので、はい、ぜひ、はい、なるほど。これ改めて聞きますけど、999とか前任死亡ですやってなくてもこれだけで全然遊べちゃう。大丈夫です、はい、そこ超重要な、はいはい、そこはね、こっからやっていただいて過去作に遡るっていうのを、もちろんあり、はい、スターウォーズパターンね、はい、いいでしょう、はい、じゃあということで、ね、はい、内久さんちょっと何かねまた研究していきたいので、はい、研究資料なんかいただけませんか、はい、今日は、ビータ版を、うん、のソフトを2本、お、やったプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。それでは最後に内久さんメッセージお願いします、はい、まあ、本当にあのプレイされてないという方でも、うん、あの今見ていただいて面白いなと思っていただいた人は絶対楽しいと思いますし、もちろんプレイ今までの過去作プレイした人は、まあ、より深く楽しめるかなと思うので、うん、ぜひ本当にやっていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします、はい、ということでデジ科学研究所、今回はゼロエスケープ時のジレンマを研究しました。内久さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。面白い、ありがとうございます。パパのセーブデータ、僕が続きになる。目指せ大冒険、ね、